なるほど。次の恋愛に行くための方法ですね。ですね、正直恋愛の失恋を引きずるということなのであれば、シンプルにその失恋から気分を乗り換えるってことをするべきなんですね。で、この失恋から気分を乗り換えるために一番いい方法は何かっていうと、実は失恋ソングとか失恋の映画とかをたくさん見るということなんですよ。なんでかっていうと、人間って自分の感情を客観視できるような状態、つまり頭の中にある感情を外に出してあげることによって、人間でその感情をコントロールすることができるようになるんですね。だから未練があるんだったら未練を紙にいっぱい書きましょうと。未練を紙に書き出しまくることによって、人間っていうのはその未練から解き放たれるような話をしましたよね。で、なんでかってあれば客観視できるから、紙に書くことによって。でも恋愛とかでそれをやるのが、失恋とかでそれをやるのがきついと。なんでかっていうと思い出しちゃうからという場合は、失恋ソングとか、ね。失恋映画とかを見てください。こうすると、まあ、自分が共感できるような失恋のストーリーとかたくさん見ることによって、さっき言ったのと同じような効果が、おそらく期待できますんで、そうすると、まあ、自然にね、次の恋愛に進めるようになるんじゃないかなと思います。はい。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。